はい、どうも皆さんこんにちは。今日は2021年の11月21日の日曜日なんですけども、映像はですね、20日土曜日の映像が、流れております。ここにですね、いろいろ車両が止まっておりますね。これはですね、出番までちょっと昼寝をしているというような形のものでございますね。初っ端にですね、キハ85203がね、一つ映っておりましたが、あれは、日曜日の日田3号増結用になるというような形でございます。さあ、南紀、2号の4両編成早くも解体されてね、なんか2両編成になっておりました。早いですね、手が早いですね。さあ、そんなことでね、今日もスタートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、次はですね、21日日曜日の行きの名古屋車両区ですが、天気が悪くて全く車番がわからないなという感じでございますね。この辺り多分一緒だと思いますので、書いてはありませんが、この辺りも一緒ですね。さあ、こちら飛騨5号ですね。飛騨5号、飛騨古川行き、それと飛騨7号富山行き、飛騨5号、飛騨古川行きは、多分昨日の9号でございます。それがね、多分巡ってきているような形でございます。飛騨3号は1両増結がありますね。南紀3号は2両編成というような形でございます。昨日の要するに2号がね、ドックで2両になっていた、あれがね、そのまま南紀3号になったというような形でございますよね。要するに2号というのは翌日3号になりますよということでございます。さあ、こちら飛騨1号でございますね。さあ、このね、21日というのはですね、はい、近鉄のですね、スナックカーがね、もう最終日ということでね、ここからまあ、ここからも見えないんですけどもね、向こう側にね、いつもね、アーマーライナーとかいなければ、スナックカーが止まってるのが見えたりします。それが走ってるかどうかちょっと確認をしておりませんが、もうこれ今後ね、転用されるやつとかね、改造されるやつ除いても解体されるという形でございます。本当にお疲れ様でした。さあ、飛騨1号、飛騨古川、飛騨1号、高山行きですね。岐阜、二の太田、下野、高山の順に。さあ、先ほど飛騨1号の、ね、車両が映った通り、飛騨の飛騨1号は6両編成というこれなんですね。あらかじめ5号車と6号車増結でございます。6号車についてはキハ85の0番台がついて、0番台で車両が付いておりますので、バイオの車両が2になっております。最近ちょっと名古屋駅、今日この日もそうなんです。はい、飛騨1号をね、移していきましょう。さあ、飛騨1号出発でございますね。ロープからエンジンを張り超えになること聞こえてなかなか良いことですね。はい、お約束通りここでリニアを回していきます。このリニアのエンジン工事もね、何か進んでいきます。鉄板が敷かれておりますかね。前は敷かれなかったですね。今度はこれを掘って掘削するんじゃなくて、下からまた掘っていくんでしょうか。どういうふうになっていくんでしょうかね。さあ、南紀1号でございますね。南紀1号については、これは3両編成でございますね。もういきなり日曜日で3号に4号、3号についてはメインがね、4号、5号、8号ということでね、翌日になりますからね、まあ、当然といえば当然かなというふうには思っております。さあ、南紀1号ですね、3両編成で来ております。さあ、85の10、85の8かということですね、これはね。1号の8がついておりました。さあ、南紀号からキハ84の1114が離脱したということでね、高温チャイムがちょっと消える車両が今、1101しか動いてないよという感じになっております。
さあ今後ね111はどういうふうに復活するのかというところがちょっと見事ではございます。さあ何記号ですね、ライト、ヘッドライトがつく前のですね、テールランプが消えましたということですね、あと何機という、ね、あのヘッドマークがついておりますね。やっぱりライトがついた方がね、かっこいいと思います。さあ何機1号は出発しまして、続いて次は3号がねこちらに入ってくるような感じになりますね。さあ、ヒデさん、姿が見えなかったので、まあ、この辺りで、カメラを止めてというような感じですね。さあ、今日のヒデさん号については、先ほどから、ね、説明している通り、1両増結でございます。増結車両については、キハ85の203ですね。これがね、増結となっております。以前ですね、何機、1号かな、あの4両編成の時に使われた車両だったと思います。でそれがもうね違うところに使われているという形でもうかなり早いなというところですね。まあ動いていた、ね、車両なのでエンジンの調子とかもねだいぶねあの分かっているはずなので、まあ、そちらの方を使う方が合理的かなというところですね。ずっと止まっていた車両まで動かすチェックが必要になっているとは思いますので、まあ、車でも同じだと思いますので、そうなると動いている車両を使っていた方がいいかなというところですね。さあ飛田3号でございますね。1番9というねこちらからのスタートのものでございます。さあ飛田号についてはねこれにもう1両で増結がなると、ね、トリプルヘッダーというような形になりましたけどもね、なかなかそうはちょっと言っておりますが、またいずれね多分ね可能になるかなと思っております。まあ、次はチャンスは年末年始かなというところですね。はい、1101これがねおりましたね。さあ1101ね量産先行車はこの LED 標識でございますね。LED になっていても方向膜はあるというね、なかなか2つを兼ね揃えたハイブリッドな感じなんでしょうか。さあこの増設車両が来ました。200番台という感じでございます。こちらについて富山編成ですね。ここから富山編成、富山編成についてはこの1100番台で、ね、バリアフリー対応車が必ずつくような形になっております。ちょっと高山編成にはバリアフリー車が1つ、富山編成にはバリアフリー車が1つということでね、バリアフリー車は1つに1つの編成に1両はつけないといけない規則になっているかもしれませんね。はい、キハ84の301というね、このものだったら、キロ85の1が現在ではセットとなっております。まあ、いつ組み替わるかもしれませんがね、現在ではこの並びが成立しておりますね。さあ211のね、0番台952編成も戻ってきております。さあ、これね中央本線から来るのでいつものなんかねグネグネグネとだいぶね、11番線の向こうから来るような感じがしてね、なんか面白い感じがしたいと思いました。はい、方向膜があるね編成でございます。まあ今度ですね211の0番台がなくなったらこの辺りがねそれの代わりに来るんだろうなと思っております。B1 から B3、まあ、B6 ぐらいまでありますので、ね、その辺がドドドンと入ってくるのかなと思っております、ね、予想でございます。さあ、ダイヤ改正でいろんなですね315が入るという情報が来ましたが、快速名義キハ75と、シナの383系後継がどうなるのかっていうのが全然ねあの情報流れてきません。どうなるんでしょうか。さあこちら B3 編成ですね、方向膜があるやつでございます。さあこの辺り、まあ、何機号が止まって3号の車両が止まっておりまして、こちらがですね飛田7号、はい、向こう側に飛田5号編成が止まっておりますね。さああとここはまあお約束でございますね、まあ一緒でございます。さあそんなところでね今日の動画終了でございます。最後にねドックの中で飛田9号用の増結の208がありますが、それで終了の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もまだの方はぜひともお願いいたします。それでは皆さんまた会いましょう。さようなら。